十分に膨らまないときはチューブから息を吹き込みます。皆様の座席ポケットに安全姿勢等についての説明書が用意してありますので、早い機会にご覧ください。脱出の際は荷物を持たないでください。スライド下での援助をお願いいたします。